2016年の北朝鮮における洪水では、平成28年台風第10号の襲来により、中国、ロシア国境付近を流れる都満港の堤防が、決壊し、主に、朝鮮民主主義人民共和国で被害を出した2016年8月、下旬の洪水について解説する。国際連合人道問題調整事務所や、赤十字社によれば、この洪水によって、 少なくとも133人が死亡し、3万5000棟以上の家屋が破壊され、10万人以上の人が住居を失ったとされる。北朝鮮の国営メディアである、朝鮮中央通信が2016年9月11日に行った報道によれば、北朝鮮北東部は1945年以来、最も激しい雨が降り、数万もの建物が破壊され、住居を失い、 多大な苦難に見舞われているとしている。台風10号は8月29日から同月31日の3日間にかけて北朝鮮で大雨を降らせた。特に環境北道のある軍では3 2 0ト、mm、ルもの洪水があった。洪水に対して北朝鮮政府は道路の警戒や甚大な被害を受けたコミュニティを元気づけるために職員を派遣した。 地元の赤十字社支部から派遣された約1000人のボランティアは負傷者の救助や行方不明者の捜索に手を貸した。また、赤十字社支部はタープやテント、台所用品のセット、浄水するための浄剤、計2万人分程度の救援物資を用意している。国際連合世界食糧計画は13日に14万人分の食料を緊急に提供した。 WFP は冬が到来すれば、さらなる食料不足が見込まれ、未だに被害状況をつかめていない地域があることから、今後1年間で2100万ドルもの費用が必要で、あると支援を要求している。日本の岸田外務大臣は、北朝鮮が核実験やミサイル発射を繰り返していることを踏まえ、現状では洪水被害に対する支援を行わない考えを表明した。 国境を接する中華人民共和国では、同年9月に中国人民解放軍が中朝国境を越えて流されてきた北朝鮮住民を救出。同年11月に中国政府は2000万元の人道支援を提供するも、洪水から決定に2ヶ月もかかった理由は脱北者、対策ともされる。翌2017年2月、朝鮮中央通信はアメリカが、 水害被害と関連して人道支援を提供していたことを報道した。タイミング的に前月に誕生したドナルド・トランプ政権がキム・ジョヌン委員長との対話の可能性を示していたことを受けての動きと伝えられた。熱帯低気圧の進路とサファ・シンプソンハリケーンスケールによる勢力を描いた地図。ありがとうございます。